薄い。髪の毛の色めっちゃ変わったね。イエイ。シーメンのお店でやったんですか。はい。フローズンジャパン、違う。なんだっけ。フリーダムジャパン。フリーダムジャパン。おすすめですか。おすすめです。熱い。今から市内に行きます。ここは市内じゃないから。郊外だから。で使おう。国内線しか飛んでないですね。いや、国際線に行く人がいないっていう。あっちじゃなかったかな。あっちにあったはず。うわー、国際線が全部閉まってる。あのカウンターの一番右やったき。いや、待って、留学生でラスト1週間なんでお願いします。セブンデイズ七天7日間。これやんの。どうしよう。10日のシム LTE、4G LTE のシム2個、パスポートと普通の免許証とかがあれば日本の人でも買えます。てか元々海外の人向けのカードだもんね。旅行者向けの。電話番号も手に入るんだよね、はい、10日だけど。すごい。なんかイーロラインと茶色ラインの間か。あ、はい、はい、台湾のヘイソンスイスレモンいただきたいと思います。レモン風味って書いてある。くー、夏の味がするね。レモンの味がめっちゃ効いてて美味しいです。それではバイバイ。いやいやいや、変くわい。かわいいです。やばい。暑い。暑いですね、今日も。暑いですね。台湾暑いです。松山空港に降り立ちましたけど。私も帰ってきた。そう、国際線飛んでないからね。ここからは帰れません。日本に帰る便が今全部キャンセルになってます。日本だけじゃなくて、全世界に。まあ、もともとね、本数も少ないしね、国際線は。でもやっぱね、ゼロとなるとそれはなんかちょっと変な感じしますね。ちゃんとマスクしてますね。ナイスです。それでは、あ